もう一人の僕な。面影殿。いや、最近遊戯王のアニメ見てるんですよ。あれ面白いよね。みんな、騎士が検出されました。そろそろ虫か。歪んだ大阪府用心。ここで徳川軍が苦戦しているようですね。雪村殿は真田丸という出城にて戦うはず。その勢いを抑えることが第一。真田丸、すごい船の名前みたい。夢の先へは進ませぬぞ。ここで真田幸村を抑えに行こうか。行こうか。夢の先。新たな流れが検知されました。ああ、密会席。ああ、なるほどね。次そろそろトンボさんなんだけど、トンボさんの強化いまいちなんだよな。あ、冬だ。面影さん、何か気になることでも。背中寒そう。いや、大丈夫だ。少しここで見させてくれ、皆の戦いを。おもちゃんの背中見てるとさ、あ、プラヒモないって思っちゃうんだけど、まあ、そう思った後、あ、ヌーブラかとか一生思ったりもするけど、そもそも透けてないよねっていう、いや絶対私だけじゃないと思う。トンボさんと村正さん、寒くないのかな。おじじは厚着だから。さて、生死の範疇に収めるには徳川軍と豊臣軍の和睦を目指すことになるな。はい。徳川家康はこの時最新の大砲を用意し、砲撃にて城内の淀殿を威嚇したといいます。淀殿。豊臣氏の最高権力は秀吉の側室淀殿です。彼女を動かせば和議はなり、生死の流れになるやも。脅した割に和議はなるんだ。雪村殿を止めながらも和議に向かわせる策がないか、戦場にて注意せねばいけませんな。むずそうだな。夢の先、誰かの願いにはたどり着くべき結末がある。私の探すものはどんな展望を思い描いている。もう一人の僕ね。なあ、素材欲しいでござるね。やトンボ切りさん、力を尽くすのみ。トンボ切りさんアイコンないからな。あ、豊臣さんと徳川さんが仲良ピッピになってほしいから、一に連れてくか。いや、素材欲しいけど、あ、どうしよっかな。いっか。奇襲でも仕掛けるかい。うん。我こそは三名僧が一つ、トンボ切り。いざ出陣する。真田軍の猛攻が続いているか。徳川方が撤退の決断を下すのも時間の問題だな。あ、大砲。家康公が撤退を決めてしまわれる前に雪村殿を抑えなければ。とりあえず時間即応軍、大砲を破壊するつもりなのか。とりあえずネームドキャラっぽいのをしばく。徳川軍の大砲はオッケー。大砲を破壊されては困ります。うん。さ、消えなさい。消えなさい。狙うは徳川本陣。もや、あなた方も大砲を用意していた。大砲。うるさ。痛い。見えない。これで大砲は守りましたね。せっかくです。真田丸の門を攻撃しましょう。開けて。ここじゃないの。これで雪村殿の元へ行けますね。うんうんうん。本来の歴史では大砲の勢いを恐れて淀殿は和議に応じたというが、さて。あー、恐れないってこと。あー、何気にタイマーがあるんだ。これはこれは熱烈な出迎えだな。うん、よい。あ、やはり真田丸の守りは強固だな。この先も簡単には進めないだろう。
あまり時間をかけるわけにもいきません。抜け道？抜け道があればいいのですが。抜け道？よっ、次から次へと我らを阻むか。抜け道、急いでいる。道を開けてもらおう。抜け道、抜け道、抜け道、抜け道ないよ。どっかにある？敵の猛攻で徳川軍に動揺が広がっています。速やかに真田幸村を抑えてください。抜け道ないですよ。素直に戦う？うん、いや、ちょっと多分2人を相手にするの特策す特策じゃないよな。あ、脱いじゃった。あ、エッチ。力強い槍さばきです。あ、抜け道。いや、時間ないな、これ。抜け道、抜け道、抜け道。一体抜け道探すか。あ、もうこやつ倒したらどうだ。なんか分かんないか。やば、いや、ないな。え、抜け道。降りた。いいですね。うん、この程度の水位なら問題なく進めそうだ。少しばかり冷えるがな。真田方の大砲、自分たちが使うことはできないだろうか。できないだろうか。あの壁を壊して進むといいですね。では早速大砲を奪いに行きましょう。だと思ったんだ。あの二人を時間内に倒すのは無理だ。でもこれも厳しいか。よし。よし。これ。これはいい近道ができました。はいはいはい、奥まで楽に進めそうです。時間がないぞ。ちょっとちょっと。やばい、時間足りない。徳川軍が撤退の準備を始めています。急ぎ真田幸村を抑えてください。真田幸村どこ？迷路と兵力、二段構えの守りとは。いやはや真田幸村の策には恐れ入った。やばい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 。あ、ちょ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 、うるさいうるさい。幸村殿がいるのはこの邪魔者がいますね。倒してしまいましょう。倒してしまいましょうって時間ないんだけど。やつ、やばい、間に合わないかな。ちょっとあそこ時間かかりすぎたな。手追いと侮るな。なるだけ周り巻き込んでくれ。触れれば切れるぞ。いっちゃって。どうだ、どれだけダメージいける。黙って両断されてもらおうか。え、時間ないわ。抑えきれぬか。全軍退却せよ。真田幸村の元へ行くまでに時間がかかりすぎたか。いや、うんうん、やっちまったな。天下無双の名前を与えられるよう励みます。この道の先に真田幸村の気配を検知、気をつけて進んでください。
ユッキー会いに来たよ。まさかここまでいらっしゃるとは。ん？あなた方と刃を交えるのはまたいずれ。え、今日じゃないの？真田方の猛攻、なんとか抑え込めたようだ。ここでの調査は完了だな。なんだ、ここでやらないのか。武人として働けただろうか。これからも精進しよう。あ、無事かったな。演算結果が変動しましたね。真田幸村は大阪夏の陣で徳川軍を撃つ構えです。夏の陣が行われること自体は静止通りです。もう一息でしょうか。見落としがなければ次でいよいよ決着だろう。ここまではうまく運びすぎているくらいだが。フラグ一級建築士ってやつね。見落としか。そのもしもの話だが、うん、この夢に先があるならどういう流れになるだろうか。大阪の陣の後に真田幸村が願うのは。え、伊達政宗と戦いたいとか。うん、それはもちろん豊臣氏存続のために秀頼公を立て江戸幕府の解体を志すのではないですか。秀頼、先の関ヶ原の戦いでも予測では豊臣秀頼の出陣が示されていたな。秀頼公は豊臣存続の象徴たる存在。豊臣恩子の武将は皆希望を託したはずだ。うん、雪村殿だけでなく世を去った石田三成殿や豊臣秀吉公も秀頼公による豊臣家存続を願っただろう。うん、そういえばこれまで当たった調査のうちいくつかは豊臣存続の願いに通じていることになるな。豊臣の系譜にある人物も必ず関わっていたそうだが、これは不思議な共通項とも言える。すごいな、やっぱこう戦いのことになると急に愛嬌上がるんだよな。5つの義士の流れがつながっていると検出結果ではそのような兆候はありませんが。ああ、じゃあ通して誰かに夢を見せてるのはおもちゃんのもう一人の僕ってこと。別々の流れであっても夢の紡ぎ手5人を支配する主がうまく潜んでいたらどうだ。どうだ。それぞれがどこかで共通して同じ願いの潮流へ導くことになるのかもしれない。ああ、大ボスってことね。豊臣氏存続の願い、その先にいるのは豊臣秀頼。秀頼さんがおもちゃんのもう一人の僕の成り代わりなのか、秀頼さんのそばにおもちゃんのもう一人の僕がいるのか。奴がそこにいるのか。もう一人の僕な。面影殿。いや、最近遊戯王のアニメ見てるんですよ。あれ面白いよね。みんな頼む、次は私に参戦させてもらえないか。その言葉待ってたぜとか、そういうダゼ口調なんだよね遊戯王って。どういうことですか。大阪城の中に行きたい。ようやくたどり着けるかもしれない。あいよ。ん、これは、え、また家康死ぬの。秀頼様、誠に申し訳ございません。早々に決着をつけられなかったのは私の力不足。謝罪には及ばない。母上が早々に和議を結んでしまっただけのこと。あれ、秀頼さん、あれ初めて出てくるか。私は次の戦に備え戦力増強に当たってみます。豊臣復権の願いを何としても叶えましょう。刀剣男子が相手では甘い。もはやこの夢繋ぎ直すか。ああ、
この声もどっかで聞いたことある。誰だ。秀頼様、一体何をおっしゃっているのでしょう。いや、こちらの話だ。大阪城へ行きたいとはいきなりですね、面影さん。そこに待っている誰かがいると。もしや次に向かう大阪夏の陣にて豊臣秀頼を調査するつもりか。そうだ、緊急の偵察だと思ってくれ。あ、偵察、またかくれんぼ系か。しかし雪村殿が歴史改変の流れを握っているのでは。それを放って城内に行くのは危険に思えるが。真田雪丸の動きは必ず阻止してください。演算結果の通りになってしまいます。うん、では真田雪村の阻止と豊臣秀頼の偵察、2つを同時に進めるとするか。まあできると思ってるから言うんだろうけど、なかなかに鬼畜だね。はい、わかった。共に来るといい、面影。決断、感謝する。新たな流れが検知されました。まあかくれんぼ系かな。どうだろう。5つの調査の共通項が豊臣なのはうなずける。しかしなぜ秀頼公を偵察する必要がある。今歴史改変の流れを作る者として雪村殿だけでなく秀頼公も関係しているというのですか。うん、確かにこれまでの調査では二人の人物の関与は類がないことだ。しかし可能性はあると思っている。うん、いや、あるでしょうね。今之助は5つの地点が検出されたから俺たちを変則的に5部隊編成とした。そして戦力を分配し第1部隊をここにあてがった。もしやここが最も危険地帯に見えたからか。あ、そうなんだ。54321って一応そのヒエラルキーみたいなのはあるってこと。はい、そうです。時間素行軍の数、兵力ともに一番注意が必要でした。第一部隊の戦力がトップオブトップってことか。なら思いもよらない真の敵が潜んでいてもおかしくない。よし、面影に従い城内へ進むぞ。向かうは総大将豊臣秀頼。鉄壁の守りが敷かれているだろう。覚悟を決めるか。やっちゃるぞ。あ、おもちゃんはもう決定なんだな。あ、トンボさんさっき使ったしな。素材欲しいけど、どうだろう、1-2いけるか。1-2も言うて強化してるからな。どうしよっかな、どうしよっかな。284265。あ、攻撃力高いんだ村正さん。十分かな。私の出番です。妖刀伝説を見極めてもらいましょう。さて、無事に潜入はできたが、すぐに親玉に会えるほど甘くはないか。どうやって行くの。鍵のかかった部屋が豊臣秀頼の居室だろう。鍵、どこかに鍵があるはずだ。探そう。現時点では城内の解析は不可能。何があるか分かりません。慎重に進んでください。鍵、鍵、え、時間速攻軍。厳重な警戒態勢が敷かれているな。援軍が来ては厄介です。3分前に倒してしまいましょう。はい、オッケー。で、どっかが開くんだな。うん、
隣の部屋へは行けるようになったが、よもやこの先全てこの調子なのか。一部屋ずつ敵を倒して進むしかないようですね。なんとも骨の折れる仕掛けです。まあ雑魚だから。さて、わびこる時間差将軍たちにはどいてもらいましょうか。はい、決まった。隣の部屋、特に強い変異が生じているようだ。え、特に強い変異？当てずっぽうではキリがないな。変異が強い部屋をたどってみるか。あっちね。何これ、壊せばいい？秀吉、お前が私の、よっ、私の。ここは他の部屋より変異が強い。この時間差装備当たりですか？当たり？かもしれんな。さて、やつが鍵の守り手なのか、倒して確かめるとしよう。バーッとすな。なんだ、不屈のなんとか。開いたか？鍵だ。OK。これで秀頼公に目通りが叶うな。急ぎ普段の部屋へ戻ろう。ああ、ここ初都化だったってことか。豊臣秀頼もいる部屋の近くです。はい、そっち行かれるとちょっとな。やはり豊臣秀頼は、え、ちょっとこっちこっち、こうだな。相手2000。当たったか。HP マックスじゃないとそこ後ろ取れないんだよな。背後から強攻撃。あ、ガード来る。はい、終わりです。よしよし、もう終わりでした。そう、 HP マックスの時に攻撃力上がるあれつけてるから、マックスをキープしないとダメなのよ。さあ、何が待ち受けているのか。ああ、敵の守りを崩すのに苦労した。さて、進もうか。よし。いや、待ってくれ。何罠？この先は私一人で行こう。え、秀頼公はすぐそこです。面影さんの懸念点を突き止められるまでお供しますよ。みんなで力を合わせればって言ったばっかりなのに。いや、城内を進むのにだいぶ時間を要した。皆は城外で動きがないか備えておいた方がいい。え？この地で確実に決着をつけなければなりません。これ以上偵察を進めてばかりもいられませんね。おもちゃん、囚われのプリンセスになる流れ？わかった。ではここは面影に任せよう。一人で大丈夫？互いに武運を祈ろう。帰ってきてよ、ちゃんと。面影殿の言葉、別れの挨拶のように聞こえました。本当にただの偵察なんでしょうか？鋭いな。新たな流れが検知されました。本丸の、まあ、あの刀剣男子をいろんなところに配置できるんだけど、おもちゃんいなくなってたんだよね。帰ってくるよね。ねえ、まあおじじだな。出陣か。わかった。
まあ絆欲しいよな。三日月さん、一緒に脱ぎましょう。脱いでくれないんだよな。やるか。まあ給料分は仕事をするだけだな。真田幸村が時間諸行軍を引き連れ、うん、徳川本陣に迫ってきています。助けてもらうぞ。承知した。どんなの？徳川本陣は必ず守りきる。家康殿、お命頂戴つかませ。己の心の信じるままに防御するのなしじゃない。なんて熱い生き様でしょう。行くぞ。入った？入ってない。どうだ。はい。ああ、続きましょう。あ、でも決まりそうだな。行くぞ。うんうん。一度引いて体勢を立て直すか。真田幸村が引いたか。うん。だがこれで終わりとは到底思えん。次はどこに来る？時間速攻軍の増援か。あ、手早く型をつけよう。悪霊さんおるね。あ、やっぱ絆のあの追撃いいな。敵が徳川本陣に接近しています。あ、至急撃破してください。お前じゃ。お前ドリーバイバイキン。よし、真田幸村の反応を再度検知。どうだ。おのの不の心を持つ者らよ。私に続け。幸村と行くぞ。なんという強さだ。果たして自分たちだけで抑えられるだろうか。しつこいぞ。あ、鉄砲のところまで。ならばここは徳川の鉄砲隊の力を借りるのはどうだ。どうやって連れていく。それは妙案。では鉄砲隊のもとへ幸村殿を誘導するとしましょう。え、ついてくる？またしても私の前に立ち下がるのです。ならばあなた方を先に撃ちます。こっちこっち。真正面から戦うは時間がかかります。このまま鉄砲隊のもとまで誘導しましょう。我々の戦いの舞台はここなんだよ。はい、うん、こっちこっち。ちょっとそこ鉄砲当たんないんじゃないかな。ほら、よし。真田幸村だ、撃て。いいね。徳川の鉄砲隊か。ここで戦いましょう。勢いが落ちた。今ならば見られますよ。光って引くわけにはいかない。たとえここで命を散らすことになろうとも。いや、いい声だな。真田幸村の志に俺たちも志で応える。受けてもらう道剣男子の務めを果たすため、うん、いざ参る。いざ参る。いいね。落ちた。皆の者、撤退だ。あれ、脱いでる。終わったな。おじじの強攻撃って出るの遅いから。また強くなるか。あ、相手の敵がね、ゲーム上手い人間だった場合、ガードが間に合ってしまうんだよな。そこがな。入ればでかいんだろうけど。人も刀もつながり合うのはいいことだ。お、絆。絆マックスハートなったか。真田幸村、純粋さがそのまま人の形を取ったような心の強き将であったな。これで幸村さんは退場か。ええ、幸村殿には夢の先をまっすぐ見据える強さがありました。故に敵も幸村殿を。虫だな。え、命を刈り取る形をしている。諦めるものか。私が秀頼様を守り抜くのだ。来たか。
虫たちはさながら夢の森人、あれを倒せばいいはずです。夢が物語になり得ぬ断片なのだとすると、消滅させ続けた暁には何が。